くゆっくりする気はないけど。ゆっくりしていってね。今回も私ループと、もっくりもふもふよ思うと、シチリア産バナナこと霧雨マリサでお送りするぜ。さて、前回我々はすり金をゲット。ひび笑わせるのがモットー。ぶちかませお前のチーズナゲットを。まあそんな感じの回でしたよね。うん、8割方合ってると思う。だいたいチーズナゲットだもんなうちら。美味しいは正義ですから。てかここの利用率高いですよね。うん、いろんなとこにアクセスできるからね何げ。でも今一つ道覚えてないという。それは言わんといて、あえて迷ってるってとこあるから、迷う例をお見せしてるとこあるからマジで、鼻で笑われたんすけど。そういう季節じゃないですか。どういう季節なんですかそれ。知らん。ゆるさん。よし、移動さえできればこっちのモノッピ、あとはいざ進めやキッチンですよ。否定列やめろ。一応再確認しとくスタイル。再確認こそが生きがい。恋する異性はいなせなし愛がい。顔見たら殺されそう。はい、ということで少しお日差の砂漠でーす。新番組、砂漠の砂全部取ってみた。途方もねえなバッキャロー。ち、徳川埋蔵金しか出てこなかった。いや大当たりですやんそれ。後に砂抜き番組にてやらせがあったことが発覚。これ見たことか。事前に別の場所で見つけた埋蔵金を移動させていた、とスタッフ B は語る。それはそれですごいんだが。サボテンと砂と石しかないんだけど。まあ砂漠ですからね。うん、トンネルみたいなのなかったっけどっかに。そういえばなんかあったような気もするな。これだ。ここですよここ。この場所に来たかった。ここまだ探索不足だと思うんですよ。確かにまだ何か発見できてないものありそう。こういう同じような空間続く場所こそ要注意ですからね。などと意味不明な供述をしており。犯罪者風に仕立てるのやめれ。カツ丼にする？カツ丼にする？それともカツ丼？カツ丼推しが凄まじいなこの人。今日、バナナ丼にしない？しません。悲しいぐらいの即答。ちょっと見てほしいんだけど、なんか左下に。謎のボトルと穴あんじゃん。あそこに一発かましに行くっけなくない？うどゆるじゅぬるじゅ。謎言語やめて。確かにあの場所は気になりますね。でしょ？超気になりますよね。きっとあの穴の先にはユートピアがあるんや。あと時と名誉と財産か。夢もへったくれもねえなおい。人生は陰険や。この世の闇をすべて悟ったユタボンとかふざけてたら到着するのあるあるよな。うん、だいたいいつもこのパターンですからね私たち。おっと、乗ってくれと言わんばかりに絨毯的なものが浮いてますが。乗らないという選択肢はないやろう。なんだなんだこの明るい演出は。デブリって結構陰鬱としたイベント多いから新鮮ですね。てか私たちがやる派生大体陰鬱としてんだよな。どうしても暗そうなのを選びがちなもので。ループさんの内なる性格が出てるんでしょうね。さて、何のことでしょうか。そんなこんなで新たな場所に到着。美味しいインドカレーのお店を探しに行きましょう。旅の目的変わってないですか。変えました。変えんなや。おお、人がたくさんいますね。ソーシャルディスタンスを正していきましょうか。ループさんの中に宿る小池百合子ソウル。一度暴れ出したら止まりませぬ。クソ面倒そうだな。三つの蜜を避けましょう。蜂蜜、黒蜜や蜜蜜る。避けるっきゃねえなこれ。てか早く私にインドカレーをよこせ。あと1時間もしたら体が震え出すんだ。禁断症状ですやんそれ。何ここ、謎空間すぎるんだけど。ふむ、見た目をチェンジできるようだな。なるほどねー。こういうの発見するとなんか嬉しいですよね。少し得した気分になるもんね。ですね。ほっと一息って感じもあるし。さて、引き続き探索しましょう。まだ何かあるに違いない。うん、間違いなく。とりあえずあれですね。誰か切ってみますか。発想が通り魔なんですがそれは。気にしないでください。わかりました。でもあれじゃないですか。誰かを立ちバサミで切ったのをきっかけにして、強制気象イベ発生。とかかも。いやいや、そんなわけないでしょ。そうですかねー。だってこんなに明るい雰囲気なんですよ。ここで気象イベはさすがにない気がしますね私は。って話してたらなんか倒れてる人いるが。いやいや、寝てるだけでしょきっと。こういう怠惰マンには立ちバサミでいたずらしちゃうぞ。いたずらで済ませられない気しかしない。道で雑魚寝怠惰マンに一撃食らわしてやると見せかけて関係ない人にドーン。ループさんこれあかんやつですよ。サバえ？何が起こったの？オランジーナ飲みたい。我慢しなさい。意地悪。ほーらいわんこっちゃなーい。これはテヘペロスは。テヘペロじゃすまんわ。はい。ということで次回またこの場所を再探索しようと思います。残りパート数も少なくなってまいりましたが、最後までよろしくね。